今日はですね、はい、久しぶりに中野に来てるんですよ。富士屋エビクっていう店があったんですけど、ありましたね。それが、まあ、母体の富士屋カメラっていうところに統一されて、あ、そうなの？そう、富士屋エビクが名前を変えたみたいなイメージなんですけど、富士屋カメラ、富士屋動画館っていうのが出てきたんで、ちょっとこれちょっと取材せなあかんぞ、これ。カメラ動画館です。東京中野にある富士屋カメラ動画館にエマークさんと2人で遊びに行ってきました。僕は以前から富士屋エービックというプロ機材がユーズドで安く手に入るというお店をよく利用していたんですけども、今回それがリニューアルオープンしたというか、ちゃんと使用許可取ったんですか？ちょっと店内にさせて、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。富士屋エービックはもともと母体が富士屋カメラという老舗のカメラ屋さんなんですよ。それで今まで分かれていた富士屋カメラと富士屋エービックがまた統合して母体のカメラ屋さんの中で動画機材も一緒に扱うようになったということみたいですね。超広告なのにまっすぐ線、中野ブロードウェイの方にあったエービックの店舗が移転して富士屋カメラ本館の向かいのビルの1階に綺麗な店舗がオープンしていました。ワイヤレスね、これ基本業界基本のワイヤレスマイク、1個持っとかなあかんのかなと思うじゃないですか。店内はさすが動画館というだけあってかなりマニアックな機材がずらっと並んでいます。俺らのルミックスはここにあるんですよ。僕らに馴染みのあるものといえばパナソニックのルミックス S シリーズとブラックマジックデザインの BMPCC、 あとはジンバルとかHDMI のポータブルモニターとか。でも大人気の忍者5はない。ないね。あったら買おうかなと思って。インフェルノとかちょっと前のモデルはあるけど、忍者5はやっぱ人気ないね。この辺の配信機材とかももう中古で来てるんですね。あ、ローランドの VR1HD、キャプチャーデバイス、配信機器の類ぐらいですかね。買いました。 ISO ですか？ ISO 買いました。ISO いいじゃないですか。俺も ISO が欲しいんですよ。やっぱそのパラで出したり、スイッチングのやつを出して、ダヴィンチにそのままプロジェクトファイルとして読み込めるってやつでしょ。そう、あとは業務用カムコーダーとかシネマイオスとか、あとそれらのカメラボディで使うシネレンズとか、まあなんというか正直言ってプラッと遊びに行って気軽に購入できるような金額の商品ではないものばかりです。これ FS7 Max、142万5600円。これ業務用なんでやっぱり金額の桁が違いますよね。まあ憧れはあるんですけどね。あ、でもこれ、あ、これはユーズドなんだ。ユーズド。ただまあそういうマニアックなプロ機材がですね、これユーズドで並んでるんですよ。普通に触って試せる状態でね、置いてあるっていう、それはすごく面白いですよね。自分の世界がちょっと上側に広がるという、そういう感覚があります。古い。これもレンズ、あ、これレンズ交換式か。これレンズ交換式マイクロフォーサーズですよ。S1 だとか 5S とかっていう、まあ、アルファ精度もそうですけれど、やっぱりそこがかなり集約されてくる部分なのかなというのは感じます。動画館なんで、動画撮影向けの機材についてもちろん店員さんもすごく詳しいんですよ。それはもう普通のカメラ屋さんよりも家電量販店よりも圧倒的に詳しいので、いろいろ使い方とかを教えてもらいながら買い物を楽しむというのもいいですよね。ちゃんとラット登録できる、まあ、そんなに難しい機能のとしてなんか操作するときに何か考えなければいけないということではなくて、メニューからそのジョブダイヤルで選んでいくという意味でのシンプルな構造という意味では使いやすさもあるかなというふうには感じます。はい、いやすごい軽いこれ、筆箱みたい。1.4 エルマウント、エルマウントはい、試してみたいんですけど。かしこまりました。それだけで大丈夫ですか？はい、他何か。はい、富士屋カメラ動画館としてリニューアルをしたということで、レンズがいろいろ試せるようになったというのが僕としては個人的に嬉しいポイントでした。ちょっとね、はい、あ、すいません、はい、じゃあ、はい、M マウントの、はい、フォクトレンダーみたいなやつ、はい、VM の、はい、あったりしますかね？ありますよ、展示がもちろんあれば。店員さんに
これとこれとこれを試したいんですけどっていう風に伝えるとですね、向かいの富士屋カメラ本館の方から展示してあるサンプルレンズをいくつか持ってきてもらえるんですね。もちろん品揃えは豊富なんで、大手カメラメーカーの例えばキャノン、ニコン、ソニー、パナソニック、オリンパス、富士フィルム、ペンタックスなどのレンズはもちろん、シグマ、タムロンなんかのレンズメーカーのものもありますし、それからちょっとマニアックな北斗レンダーなんかもかなり揃ってます。今回僕はルミックス S5 で使うレンズを3つ試させてもらいました。これシグマ、シグマだね。シグマ、はい、1つはシグマの広角単焦点 24mmF1.4DG。 どういうシーンで使おうとしてるんですか？これは、Vlog ですね。 Vlog、 あ、Vlog、 そうか、家の中じゃなくて、外の野外での Vlog、キャンプ動画とか、あとは車の中とか、広角で F1.4 っていう明るい単焦点が1本欲しかったんですよ、ちゃんとオートフォーカスが効くんですね。なるほどね。ビルトロックスはマニュアルなんで、AF のスピードはどう？ AF のスピードはね、これちょっとソニー、じゃあキャノンの EF マウントのやつを、これは L マウントのものが展示がたまたまなかったので、今回は EF マウントのものをマウントコンバーター MC21 で試させてもらうことができました。 24mmF1.4 めっちゃいいわ。2本目はフォクトレンダーノクトン 21mmF1.4。 これは VM マウントといって、ライカ M 型のマウントと同じ形のものを採用したフルマニュアル単焦点レンズです。さてさて、これはどんな感じの？これはフォクトレンダーノクトン、フォクトレンダーの、ノクトンっていうレンズの 21mmF1.4 っていう、フルマニュアルの単焦点レンズなんですけど、ライカ M 型のマウントなんですよ。ライカ M のマウント、そう、はいはい、を、このマウントアダプターで S5 につける。あー、なるほど。これまたエモレンズでございます。エモ広角レンズね。何ミリだっけ？21ミリね、これはね、またフィルターつくんですよね。21ミリで、35ミリ換算21ミリ、そうです、フルサイズで21ミリです。じゃあ超広角、激エモやでこれ。自分のカメラ持ってくればさ、レンズをつけて、こう撮影したこのデータ持って帰っていいんやからね。しかもめっちゃ軽いわこれ。あれなんですか、レンズは試し放題なんですか？全種類ではないとしても、出せてるものとか、あと中古で出てるレンズは何でも、こういうふうに試して、はい、気に入ったら買うみたいな買い方ができる。ここもいいね。めちゃくちゃかっこいいですよこれ。これもフォクトレンダーノクトンなんですけど、今度は 75mm。 お、今度はちょっと長めでしょ。長めだね。 F1.5 でボッケボケってことやね。ボッケボケです。そして最後の3本目、これも同じく VM マウントで、フォクトレンダーノクトン 75mmF1.5 ヴィンテージラインというものですね。どう？かっこいい。かっこいい。最近ね、このヴィンテージっぽいところを目指したレンズに僕がハマっちゃってるんですよね。まずこの鏡頭の見た目、デザインがむちゃくちゃかっこいいし、それから写りも F1.5、 うわー、いやこれ激エモよこれ。またがありますよね。 VM マウントのレンズをルミックス S5 に取り付けるためには、もちろんマウントコンバーターが必要なんですけども、こちらはバッチリ焦点のヘリコイド付きマウントアダプターを用意していただきました。このね、店員さんの分かってる感がね、超ナイスですね。ヘリコイドって何？ヘリコイドってね、ここにさらにリングがついてるでしょ、マウントアダプター。これを回すことでマクロになる、寄れるんですよ。こっちに回すと、あー、なるほどね。いや、いいな。今、3本試しましたけど、はい、どれ買うんですか？ちょっとね、この 21mm のノクトンもすごいいいんですけど、これちょっと高いんですよ。15万円ぐらい、予算
ちょっとオーバーしてる、うんうんうん、でこの 75mmF1.5 のノクトンもいいんですけど、うん、これと、いやめっちゃ迷わない、これもだからいいんですよ、うんうん、これはだから 24mm でこんだけボケてくれたら、うん、24mm でもなんか積極的に使ってみるって、うんうんうん、24mm ってズームレンズのワイドターンっていうイメージじゃないですか、だからちょっとやっぱおもんないっていうイメージがあったんですけど、うんうんうん、F1.4 までぼかしてくれるとすげえエモくなる、うんうん、24mm でもで、オートフォーカス効く、うんうん、で、軽い、うん、で、24mm なんで一応前玉にフィルターつけれるっていうことで、フィルター系は77ですね、うん、だから一応成形写真も撮れるかな、そうだね、24mm あればね、うんうんうん、やっぱこれかな、いやこれじゃない？これじゃあこれ両方？あ両方？両方？両方いっちゃいの？これ良かったな、これ。これめっちゃいいっすね。いいね、うん。今日の店頭とかで104,200円。ま、マジか。75mm。今日だけ。今日だけでもないじゃん。ご来店のみの特価ってちょっといろいろ事情があって。ああなるほど。シグマのは95,110円で、だから両方合わせて20 両方合わせて20万円ですか、そうですね、20万円ですねうん、そういいじゃない、えいいじゃない、えじゃすいません、お買い上げです。 We are meant to beスチル撮影用のカメラ、レンズの取り揃えが豊富で、本格的な動画機材も見て、触って、試せる。ハイブリッドなカメラ機材専門店、東京中野富士屋カメラ動画館。ぜひ遊びに行ってみてください。それから、オンラインイベントを開催します。お申し込みは、富士屋カメラのウェブサイトでお待ちしております。